東ティモール、東ティモール民主共和国、通称東ティモールは、アジア、東南アジア地域に位置する共和制国家。1999年8月30日に、国連の主導で独立についての住民投票を実施。インドネシアの占領から2002年5月20日、独立した国際法上はポルトガルより独立。21世紀最初の独立国である。 ポルトガル五諸国共同体加名国。島国であり、小寸ダ列島にあるティモール島の東半分とアタウロ島、ジャコ島、飛び地をエクシで構成されている。南方にはティモール海を挟んでオーストラリアがあり、それ以外はインドネシア領東ヌサトゥンガラ州、西ティモールを含むである。正式名称はレプブリカデモクラティカ、ティモールロロサエ、 レプーブリカデモクラティカドティモールレスト。略称は公式の英語表記は、略称は日本語の表記は、東ティモール民主共和国。通称、東ティモール。ティモールの部分は、チモールとも表記される。近年では、ティモールの表記が、一般的である。ちなみに、現地の発音は、ティと、チの中間音。国名は、ティモール島の東部という意味である。ティムール。 ティムルは、マレー語、インドネシア語で、東を意味する。テトゥン語の、ロロは、太陽、サエは、出る、ロロサエは、日の出、またはその方角、すなわち、東を意味する。ポルトガル語の、デステも、東を意味する。ポルトガルの植民地になるはるか昔、紀元前2000年頃パプア系語族が島の東部へ移住していき、ずっと時代が下って、紀元10世紀頃、 オーストロネシア語族が流入してきたと伝えられている。さらに、紀元前3000年頃と同2000年頃の二度にわたって、インドイコールマレー系エスニックグループが移住してきたとの説もある。ティモール島は16世紀にポルトガルによって植民地化された。その後オランダが進出し、一時はポルトガルがこれを撃退したが、1859年に西ティモールと ソロール島をオランダに割上したことで、ティモール島は東西に分割された。この境界については1893年に、ポルトガルとオランダ間で細部の改正が行われ、1904年に、ポルトガルイコール、オランダ条約、1908年批准で国境を直線的分断し、1913年、または1914年に確定した。 1911年から翌年にかけて、集奪の厳しさに耐えかねて、流来、マヌファヒ小国王のドンドンボアベントラが反乱を起こした。戦死者3,424人、負傷者12,567人を出した。さらに、1959年に、ピケケ県知事誘拐、放棄事件が亡命インドネシア人と、東ティモール人らによって引き起こされた。 150人の死者が出たとの説もある。ポルトガルが中立を守った第二次世界大戦時には、当初はオランダ軍とオーストラリア軍が保護占領し、の後、オランダ領東インド地域と合わせて日本軍が占領したが、日本の敗戦により、オーストラリア軍の進駐を経て、ポルトガル総督府の支配が復活し、1949年にインドネシアの一部として、 西ティモールの独立が確定した後もポルトガルによる支配が継続した。これに対し人口の中で圧倒的多数を占める地元住民は独立志向を強めたが、アントニオ・サラザール首相などのエスタドノボー体制により抑圧された。1974年にポルトガルで左派を中心としたカーネーション革命が起こり、 植民地の維持を強く主張した従来の保守独裁体制が崩壊すると、東ティモールでも独立への動きが加速し、反植民地主義のティモール社会民主協会、アスト、9月に東ティモール独立革命戦線、フレットリン、フレティリンと、解消が即時完全独立を要求、ポルトガルとの関係維持のティモール民主同盟、ユット、インドネシアとの統合を主張するアポデディの3つが、 政党として旗揚げした。この動きは、東ティモールの領有権を主張し、反共主義を国勢とするインドネシアのスハルト政権に、とっては任できず、反フ,フレティリンの右派勢力を通じた介入を強化した。1975年11月28日、右派勢力と連携したインドネシア軍が、西ティモールから侵攻を開始する中、フレティリンが、首都ディリで、 東ティモール民主共和国の独立宣言を行う。11月29日、インドネシア軍が東ティモール全土を制圧し、併合を承認するバリボ宣言。国連はこれを認めず。12月7日、東ティモールに対する全面侵攻スロジャ作戦を開始。12月12日、国連安全保障理事会総会がインドネシアの即時撤退を求める決議可決。 1976年、インドネシアが27番目の州として、併合宣言を行った。国連総会では、この侵攻と占領を非難する決議が、直ちに採択されたが、日欧、米、豪など西側の有力諸国は、反共の立場を取るインドネシアとの関係を重視し、併合を事実上黙認した。1977年にインドネシア軍が包囲、殲滅作戦を展開。 スハルト政権は東ティモールの抵抗に対し激しい弾圧を加えたため特に占領直後から1980年代までに多くの人々が殺戮や飢餓により命を落としインドネシア占領下で命を失った東ティモール人は20万人に上ると言われている1991年平和的なデモ隊にインドネシア軍が無差別発砲し 400人近くを殺したサンタクルス事件は住民の大量殺戮事件として世界的に知られることになった。また、管理や教員などを派遣して徹底したインドネシア化も推進した。フレティリンの軍事部門であるファリンテルは民族抵抗革命評議会 CRRN の主要メンバーとなり、シャナナ・グスマンが議長になったが、インドネシア政府はグスマンを逮捕し、 抵抗運動を抑え込んだ。1996年12月、ノーベル平和賞が現地カトリック協会のベロ司教及び独立、運動家のジョゼラモスイコール・オルタに贈られた。1998年にインドネシアでの民主化運動でスハルト政権が崩壊すると、公認のハビビ大統領は東ティモールに関し、特別自治権の付与等を問う住民投票を実施することで、 九層四国のポルトガルと同意した。1999年5月、インドネシア、ポルトガルと国連、東ティモールの住民投票実施の枠組みに関する合意文書に調印ニューヨーク合意。6月、国際連合東ティモールミッション、アンアメットが派遣される。8月30日、独立に関する住民投票が行われた。 投票率98.6%。9月4日に発表された投票結果では、自治拒否78.5%で、特別自治権提案が拒否されたことで独立が、事実上決定。9月7日、インドネシア治安当局は、東ティモールに非常事態宣言を発令し、国軍5500人を増兵しインドネシア、併合維持派の武装勢力、民兵を使って、 破壊と虐殺を行う。9月12日、インドネシアが国連平和維持軍の受け入れを容認し、オーストラリア軍を主力とする多国籍軍、東ティモール国際軍、インターヘッドが派遣された、東ティモール紛争。その結果、暴力行為は収集したが、多くの難民が西ティモールに逃れ、あるいは強制的に連れ去られたりした。10月には、 国際連合東ティモール暫定行政機構 UNTAET が設立2002年の独立まで引いた。その後の政権議会選挙ではフレティリンが首相し大統領にはシャナナ・グスマン首相にはマリー・アルカティリが選出され2002年5月20日に独立式典を行った。独立後国連は国際連合東ティモール支援団 UNMISET を設立、独立後の国づくりの支援を行った。この中で、日本の自衛隊も、国連平和維持活動、PKO として派遣され、国連と協力して、活動を行った。2005年には、国連の平和構築ミッション、アノティル、国連東ティモール事務所が設立された。2006年4月に、西部出身の軍人約600人が、 昇給や給料で、東部出身者との間で差別があるとして、待遇改善と差別の廃止を求め抗議し、ストライキを起こしたが、政府は、ストライキ参加者全員を解雇した、国軍は2000人ほどしかいない。これを不服とした参加者側が5月下旬に放棄、国軍との間で戦闘が勃発した。ところが、鎮圧に赴いた警察や、国軍の一部が、スト参加者に同調して、 反旗を翻し、警察署を襲撃して死者が出たため、怯えた警察官が職務放棄。また、若者を中心に暴徒化してリは混乱した。治安維持が不可能となった政府は5月24日に、オーストラリア・マレーシア・ニュージーランド・ポルトガルに治安維持軍の派遣を要請し、 翌日には東ティモールへの利権を確保することを意図したオーストラリア軍が早速展開し、その後4カ国による治安維持が行われた。この背景として、東部住民と西部住民の圧力や若者の失業率の高さが上げられている。また、アルカティリ首相の独善的姿勢や国連の活動終了が早すぎた可能性も指摘されている。オーストラリア軍は、 反乱軍を指揮する少佐と接触し、少佐の武装解除命令によって6月半ばに放棄は終結したが、ボートの方は反政府デモとなり、グスマン大統領の忠告によってアルカテリ首相は辞任に追い込まれた。リリは半ば戦場と化し、住民のほとんどは難民となって郊外へ脱出した。治安維持軍によって年内に暴動は鎮圧されたが、 オーストラリア政府の支援による警察の再建など治安の回復には時間がかかると思われる。暴動を受け、同年8月には国際連合東ティモール統合ミッション UN インタグレイテッドミッションインティモールレクアンミットが設立。平和構築ミッションから再び平和維持活動へと逆戻りした。2007年1月13日、フランスと共に 東南アジア友好協力条約 TAC に締結した。この条約は東南アジア諸国連合 ASEAN 加盟と東アジアサミット参加への条件とされており、締結国間の主権尊重と内政不干渉、紛争の平和的解決を謳うものである。東ティモールは2007年内の ASEAN 加盟を目指していたが国内事情の混乱もあって実現しなかった。その後、 2011年にアセアン加盟を申請して、2017年時点でも交渉中である。2007年8月8日、与党、フレティリンがゲアし、グスマン連立政権発足の前後より、フレティリンの熱狂的な支持者が暴徒化し、首都、ディリなどで民家などへの放火や投石が多発している。また、8月10日には、東部のバウカウ県では、 幸い負傷者はなかったが、国連平和維持活動に携わる国連警察の車列が発砲受け車両1台が燃やされた。ビケケ県では子供1人が暴動に巻き込まれ死亡。数日の間に100名以上の逮捕者が出た。バウカウビケケ両県はクレキリン支持者が多い。8月12日には国連警察、東ティモール警察、多国籍治安部隊、主に公軍、 東ティモール国軍により暴動は人生化した。2008年2月11日、ラモスイコール・オルタ大統領やクスマン首相が2006年の国軍反乱以降に反政府勢力となった少佐式の武装集団に襲撃された。この際に、レイなどは死亡し、ラモスイコール・オルタは重傷を負ったが、オーストラリアの病院での治療により一命を取り留めた。 ラモスイコールオルタ大統領は4月17日に職務に復帰し、襲撃事件に伴う非常事態令も5月8日に解除された。国連によるアンミットは2009年も延長されたが、同年3月には国家警察への権限以譲が開始され、混乱は徐々に収束しつつある。この一連の独立に至る記録が2013年にユネスコ記憶遺産に登録された。 国家元首の大統領は、主として象徴的な役割を果たすに過ぎないが、立法に対する拒否権を持つ。国民の選挙によって選ばれ、任期は5年。行政府の長である首相は、議会での選出後、大統領が任命する。現在は、第三代大,大統領のタウルマタン・ジュクが一期目を務めている。立法府は、一員制の国民議会で、定数は、 52以上65以下の範囲で法律によって定められる。現在は65。ただし、第一期のみは特例として88議席。議員は国民の選挙によって選出され、任期は5年。2007年6月30日に行われた選挙では、東ティモール独立革命戦線、フレキリンが21議席、東ティモール再建国民会議。 CNRT が18議席、ティモール社会民主連合と、社会民主党の統一連合が11議席、民主党が8議席、他に3つの政党、統一連合が計7議席を獲得し、東ティモール再建国民会議を中心とする反、フレティリン連立政権充立が合意された。東ティモールの政党も参照のこと。独立後のフレティリンは、 左派色を薄め、資本主義国との関係を重視している。独立直後の2002年7月にはポルトガル語諸国、共同体に加盟している。また、インドネシアとの外交関係の安定も施行し、東南アジア諸国連合、アセアンへのオブザーバー資格獲得や正式加盟も模索しているが、独立戦争以来の諸問題の解決が多く残り、経済的な格差も大きいため、 まだ正式な加盟交渉には至っていない。2006年6月23日、シャナナ・グスマン大統領から辞任を求められていたアルカテリ首相が辞任を表明した。26日、アルカテリ首相はグスマン大統領に正式に辞表を提出、受理された。首相が首都ディリ市内の公邸で辞任表明を読み上げると市民は歓迎し、騒乱の収集。 事態正常化への期待を高めた。7月8日、グスマン大統領は、前首相の後任に、ノーベル平和賞受賞者のジョゼラモスイコールオルタ前外相兼国防省を任命した。前首相の与党のフレテリンガオしたがだ、シルバ農省を第一副首相に、デアラウジョ保健省を第二副首相に起用する。2006年7月14日、オルタ内閣の就任前盛式が、首都ディリで行われ、 同内閣が正式に発足した。14閣僚のうち6人が新任で、残りの6人は全内閣からの再任である。国防省は、オルタ首相自身が務める。オルタ首相の任期は、来年5月の総選挙まで。オルタ首相は、市政方針演説で、アジアの最貧国である東ティモールの経済を、インフラ建設などを通じ底上げし、復興を目指すと表明した。 2007年4月9日、東ティモール大統領選挙が行われた。これは、2002年独立以後初めての国政選挙となった。登録有権者数は約52万人。独立運動指導者で、ノーベル平和賞受賞者のラモス・オルタ首相、シャナナ・グスマン大統領、当時に支持されている、旧与党、東ティモール独立革命戦線、フレティリンのフランシスコ・テレス。 通称ルオロ国会議長、野党、民主党のフェルナンドラ・マサ党首ら8人が立候補したが、4月18日、選挙管理委員会は過半数を得た候補がいなかったとして、1位のグテレスと2位のオルタリオ候補による決選投票を実施すると発表した。得票率は、それぞれ27.89%、21.81%で、 投票率は81.79%だった。5月9日、決選投票が行われ、即日開票作業が行われた。そして、ラモス・オルタが接し、5月20日に第二外大,大統領に就任した。2007年6月30日に行われた議会選挙では、グスマン党首率いる東ティモール再建国民会議、CNRT が18議席を獲得し、議会、 第2党に躍進。東ティモール独立革命戦線は、過労うじて第1党であったが、65議席中21議席と、大幅に議席を減らした。これは、前大統領シャナナグスマンが CNRT を結成して、選挙に挑んだからに他ならない。ラモス・オルタ大統領は、与野党による挙国一致内閣を目指したが、フレティリンのマリアルカティリ初期長は、これにことを唱えた。 一旦はその考えを受け入れたが、CNRT 率いる野党連合とフレティリンは何週間も論争を繰り返したが合意には至らなかった。これにより、ラモス・オルタ大統領は反フ,フレティリン野党連合37議席による連立政権を組閣することを決断。8月6日にグスマン党首を首相に指名し、組閣を指示、8月8日にグスマンは首相に就任した。 これに対して、首相は、第一党から出すと定めた、東ティモールの憲法に違反するとして、アルカティリが法的手段で戦うと述べ、首相就任先制式出席をボイコット、フレティリンは、ラモス・オルタ大統領の決定を非難した。その上、議長もフレティリンではなく、連立を組んだ、民主党のアラウジョ党首が就任した。しかし、連立政権は、反、フレティリンで一致しているだけで、 初代大統領として国の混乱を招いた責任は免れないというグスマンへの個人批判を述べる者もいるという側面もある。連立政権は CNRT、社会民主党、民主党党4党。副首相にグテレス。外相に社会民主党幹部のダコスタ。なお、グテレスはフレテリン反主流派。議会選挙ではフレテリン改革派を組織し、 CNRT 支援に回った。全13県。国土の北部沿岸を中心とする、ディリ地方、島の東端部のバウカウ地方、国土の中央部のサメ地方、インドネシアとの境界線付近のマリアナ地方、飛び地である、オエクシ地方に大きくグループ分けされる。東ティモールは関太平洋火山帯、関太平洋作り山帯の一部で、 コスンダ列島に属するティモール島の東部に位置しており、全土の約6割は山岳地帯となっている。最高峰は2963メートルのタタマイラウ山、ラメラウ山。高温多湿の熱帯性気候下だが、寒気と雨気の区別がある。動植物の固有種が多数存在し、北部海岸にはサンゴ礁が発達している。独立して、火が浅い小国であるため、 隣国インドネシアをはじめとする東南アジア諸国、オーストラリアのほか、この地域に大きな影響力を持つ日本、中国、アメリカ合衆国との良好な関係を築き、国家としての存立と発展を目指している。アセアン加盟は2017年時点で実現していないが、アランジョ首相は、我々は準備ができている、ポルトガル語諸共同体の議長国として多くの国際会議を主催したとして、 早期加盟を目指す方針を示している。独立直後は日本からの政府開発援助、ODA が大きな役割を果たしたが、近年は中国が経済支援やインフラ整備で急速に存在感を増している。対中接近の背景には、経済を支えるティモール海の既存油田が数年内に枯渇するとの危機感がある。2016年には、 中国海軍艦艇が初めて首都ディリに寄港した。オーストラリアとは口実のように、ティモール海の資源権益をめぐる紛争を抱える。2001年にを創設しており、陸軍兵力1250人と海軍兵力80人を保有する。通貨に関しては、アメリカドルによるドラリゼーションが行われているが、補助通貨としてセンタボという単位の効果が流通している。 IMF によると、2013年の GDP は61億ドル。一人当たりの GDP は5177ドルで、インドネシアの1.5倍ほどであり、東南アジアではタイに次ぐ水準である。2011年に、アジア開発銀行が公表した資料によると、1日2ドル未満で、クラス貧困層は77万人と推定されており、国民の過半数を占めている。 国際連合による基準に基づき、後発開発途上国に分類されている。ポルトガル領時代は、アンモラやモザンビーク等の他の植民地同様、工業化が全く進まず、自給自足的な農業に依存した貧困状態だった。インドネシアによる統治が始まると、社会資本の整備が緩やかに進んだが、1999年の 住民投票で独立支持派が勝利するとインドネシア併合維持派の民兵が首都ディリを破壊し経済は壊滅状態に陥った。しかし2006年の混乱後は経済成長が始まり2007年から2011年にかけては平均12.1%にも達する高い GDP 成長率を記録した。一方でこの GDP の伸びの大半は 石油収入によるものであり、経済の多角化を図ることが目標とされている。石油、天然ガスによる収入は2011年時点で実に GDP の8割に達しており、IMF は東ティモールの経済を世界で最も石油収入に依存した経済と評している。石油以外の主要産業は農業で米やトウモロコシ、コーヒー豆などが生産されている。 コーヒーはフェアトレード商品として人気がある。かつての独立闘争の影響が残り、米やトウモロコシの主食は近隣諸国からの輸入に依存している。石油は南方のティモール海の海底油でにより産出されている。隣国で東ティモールへの影響力を獲得しようとしているオーストラリアとの境界線確定が課題だが、東ティモール側はインドネシア政府が結んだ。 境界線の見直しを求め、交渉は難航している。しかし、確定とは別に、両国共同石油開発エリア、ジェイプダを定め、収入の90%を東ティモールに、10%をオーストラリアに渡すこととなった。2007年からは、原油採掘に伴う税収やロイヤルティ収入が計上され、その収入を集約するために、 東ティモール政府が設立した石油基金2010年末時点で約69億ドルを利用した国家予算が計上できるようになっている。最初の事業はグレーターサンライズがすでに開発である。また、2009年3月にはグスマン首相が日本を訪問し、日本の麻生太郎首相との間で日本と東ティモールとの間の共同プレスステートメントを発表した。 その中で日本は無償資金援助を東ティモールに対して行い、東ティモールの円滑なアセアン加盟を支援することを表明した。住民はメラネシア人が大部分である。その他、京、八家、陰京、インド系移民、ハーフカスト、ポルトガル人とメラネシア人の根血、ごく少数のカーボベルデなど、アフリカ系の移民などがありする。言語は、 テトゥン語とポルトガル語が公用語である。現在はヤナドのパクア諸語、トランスニューギニア語族とテトゥン語ヤなどのオーストロネシア語族が中心に話されている。その他、インドネシア統治期に教育を受けた30から40歳代を中心にインドネシア語が使われている。現在は世代間で使用できる言語が異なっていることが問題となっている。東ティモールは 独立時の2002年からポルトガル五諸国共同体 CPLP に加盟している。キリスト教の信徒が国民の99.1%を占めており、アジアではフィリピンと並びキリスト教信仰が盛んな国である。キリスト教徒の大半はローマカトリックに属し、それ以外はプロテスタント諸派に属している。キリスト教以外の宗教の信徒の構成比は、 イスラム教が0.7%、その他ヒンドゥー教、仏教、アニミズムなどとなっている。インドネシア統治時代の1992年推計では、イスラム教徒が人口の4%を占めていたとされるが、独立により、インドネシア政府の公務員などが東ティモールから退去し、イスラム教徒の比率は大幅に低下した。一方、独立運動を精神面で支え続けた、 カトリック教会への信頼は高まった。ポルトガルやインドネシアの統治を受けた歴史的経緯からサッカーが盛んである。国際サッカー連盟 FIFA は東ティモール国内に15,500人のサッカー選手がおり、うち登録選手は500人10の国内クラブが存在するとしている。東ティモールサッカー連盟 FFTL は二千二年に設立され二千三年三月には サッカー、東ティモール代表にとって初の公式戦、AFC アジアカップの2004年大会戦が実施された。最初の試合は2003年3月21日にスリランカ2-2-3で敗れ、続く3月23日にはチャイニーズ台北、台湾に0から3で敗れた。FFTL は2005年9月12日に FIFA 加盟が認められ、現在はアジアサッカー連盟。 AFC にも加盟している。国内リーグとして、東ティモールサッカーリーグがある。東ティモール代表が参加する、公式戦は徐々に増加している。アジアカップは前日の2004年大会では予選に参加したが、2007年大会予選には棄権し、AFC 内の FIFA フフランキング界のチームが参加す、AFC チャレンジカップにも参加していない。一方、 東南アジアサッカー選手権には2004年から参加し、2008年にはスリランカに2-2で引き分けて、同チーム史上初の国際 A マッチでの勝ち点を獲得、2012年にカンボジアに勝利して同じく初勝利を記録した。また、FIFA ワールドカップの予選には2010年大会予選から参加。2010年大会予選、2014年大会予選は一次予選で、それぞれ香港。 ネパーに敗れ敗退したものの2018年大会予選ではモンゴルを破って初めて一次予選を突破した2次予選は0勝2分6敗で敗退2013年時点の FIFA ランキングでは180位前後でいわゆる最弱国の一つとみなされているスポーツ全体を統括する組織としては2003年にオリンピックの国内オリンピック委員会 NOC である 東ティモールオリンピック委員会が結成され、国際オリンピック委員会 IOC やアジアオリンピック評議会 OCA に参加した。国が独立準備中だった2000年シドニーオリンピックでは NOC 設立前だった東ティモールの選手に対して個人参加の特例が認められ、次の夏季オリンピックとなった2004年アテネオリンピックでは 東ティモール選手団としての初参加が実現した。ただし、今までにオリンピックで東ティモール選手団がメダルを獲得したことはない。また、2003年からは東南アジア競技大会に参加し、2005年には武術で3つの銅メダルを獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。